E.T. ロジャーさん、セラフィムとして登場するのではないのか。巨大な王国、実はイム様が王様だったのではないのか。モンスターション TV 始めました。モンスターション TV、 元気があれば何でもできる、元気があればロジャーさんになれる、そんなあなたはカムサビーということでやっていきましょう。今回でございますけども、ロジャーさんセラフィムとして登場するのではないのかというとんでもない絶望的展開についてお話をしていきたいなと思います。これもうね、本当に恐ろしいなっていう風に思うんですけども、よくよくこれちょっとね、本当にシンプルに思い出してほしい。政府がロジャーさんの処刑を行いました。その後体はどこに行ったの？お疲れした、終わりっていう終わり、本当に終わり。もう誰も回収できないでしょ。だからその白ひげのおやつさんとかエース君みたいに回収できてないわけですよ。ってなってくると、果たしてロジャーさんほどのすげえやつを何事もなくじゃあ仮装するのかとかって考えると、ちょっと違うんじゃないかななんていう風に思うんですよね。で、やっぱこのセラフィムっていうものは、まあ元を行くのであればパシフィスターね、クマさんがいるわけなんだけども、そんないきなりなんか数年でボンってパシフィスター登場みたいなことはできないから、研究機関っていうのがあるんですよ。だから研究機関を考えるのであれば、昔から、まあそもそも月の壁画があるからね。だから、それを考えるのであれば、まあなおさら、こんなすげえね、答えは回収するしかないでしょうということで、処刑をしつつも、はい、回収っていうね。だからそうなってくると、血統印象をぶち抜いて、セラフィム化したロジャーさんが登場してくるみたいな、そんなとんでもない話もあるのかな、なんていうふうに思いますけどもね。まあポイントとしてちょっとね、整理していきたいんですけども、ロジャーさんの処刑時ですね。まあこれは、だから、海軍ね、世界政府がやってるわけになってくるわけなので、しっかりとこれは回収されているのではないかと思います。でもちろん当時からパシフィスタの研究はしているでしょう。でその上でロジャー海賊団は当時そのパシフィスタとかはね、知らなかったでしょう。だからこそのまあ政府にロジャーさんが行くっていうことも承諾してるし、ロジャーさん自体もまあワンチャンね、それを知ってたとしてもね、要はラフテルに何があるか次第では、どこまで情報があるか次第では、まあそこまで知れる可能性はあるけども、それを知った上で大海賊時代を開いていくしかないっていう考え思ったのであれば、それはそれなんだけどもね。だけども俺は多分ね、その知らなかったんじゃないかっていうのが一番シンプルなのかな、なんていう風に思いますけどもね。まあ一つとして、そして続いて頂上戦争ということでね、まあ先ほどもお話ししましたけども、シャンクスですね。シャンクスがまあやっぱ家系的にね、今川柳サイドであるっていうのがだいぶ濃厚になっていったんですけども、そういったようなことを知っているからこその白ひげとエースの体の回収はさせなかったのではないのが、そこから血統因子ぶち抜いてセラフィム化して登場するっていうのが分かってるから、それをさせないために回収したのではないのかっていう考え方ができるわけでございます。戦国がシャンクスだからいいって言ったね、お前ならいいっていうあれも気になるところで、考え方としては2つですね。まあ要はそんなね、天竜さんの言うことなんで、でかつそのフィガーランドっていうのがどういったような家なのか次第では、まあ何も言えないよね、何も言えないから大丈夫っすっていう風になったのか、もしもこれが最悪パターンで、そのシャンクスが悪い人みたいなことがあった場合は、お前ならいいと言いながら、その墓がどこにあるかわかるわけだから、そういうことだよね。考えたくないよ、こんなの。考えたくないけども、可能性を全部飲めるのが大事なんで、そういった考え方もできる。結局は、血統維新ぶち抜かれているっていうね、考え方もできるのかな、なんていうふうに思います。恐ろしいです。ということでね、まあ、続いて、インペルダウン。話はインペルダウンはできますよ。ところ変わって！ということでね、インペルダウンの囚人が、なぜ処刑されていないのかっていうね。これ僕前に、結構前の動画出しましたね。レベル6の奴らとか生かしててもしょうがないじゃん、あんなクズ。言っちゃ悪いけど、あんなクズですよ。そんなもうね、色の悪いことしたような奴らはもう生かしてる意味がわからない、処刑でしょうっていうね。しかも海賊といえば縛り首がもう当然だよ。そういったようなね、あの時代とかある中で、なんかあのインペルダウンにね置いてるってのが俺は意味わかんないなと思って、要はそれは置いてる理由としては、まあ操ってね、例えばズニーシアンみたいに操るっていうことができるのであれば、操ってそいつらを例えばだけども戦争にね使ってやろうみたいなさ、例えばだけども我々の世界でいうところのそのロシアの話になるんだけども、やっぱ囚人とかをね
戦争に送り出してるみたいなんで、まあそういったところでは、まあ似てくるところはあるのかな、みたいなんでね、ワンピースのプレショですね。ユニバで行われているプレショなんだけども、そこで、まあそういったような場面っていうのは描かれているんですよ。インペルダウンの囚人たちを使って麦わらの一味と戦わせるみたいな、そういったような場面もあったので、結局はそういう使い方はされるのかなっていうふうに、俺はもともと思ってたんですよ。使うだろうな、みたいな。で、しかもだけども、囚人だから操ってしまえば民間人に何をしようが、結局は囚人が一斉に脱獄した。囚人が悪いよね。で、これからは脱獄させないように気をつけますっていうことが言えるのよ。まあまあ、だから全部なすりつけれるから、使うだけ使って、あとはそういう風にね、もうやってしまうともできるんで、まあなんか俺はそれが来るのかなと思ったんだけど、ポイントとしては、やっぱそのインペルダウンにぶち込んでて運動もできないし、どんどん衰弱していくわけですよ。例えばレベル5の奴らなんで、あんな極寒地獄にいた場合はもうね、いろいろと体も取れてしまったりとかっていう、もう使い物にならないですよ。レベル6何もできないっていうのであれば、筋力も全部落ちます。それを戦争で使うって、ちょっとハテナは、でも言うて残るのよ。ってなった時に、血統因子を抜いていく。血統因子を抜いて、それでセラフィンも作っていく。って考えると、今後、レベル6に入っているような化け物たち、てか、だからインペルダウンにぶち込まれた奴らの、全部の、セラフィンが出てくる。やばくない？普通にやばくない？よく考えて、インペルダウンに入った奴らの、全部、セラフィムが出てくる可能性があるって考えると、今後やばいよ。で、そんなことあんのって言うけども、ナルトの江戸展考えてくださいよ。もう江戸展がわかりやすいよ。え、なんでこいつら全部出てくんのっていう、とんでもない恐怖。それがあるのではないのか。で、なんならばもう一つだけ言わせてください。セラフィムっていうのは強化されてるわけだからね。科学の力で。だから元々のレベル6の奴らより強いというふうに考えていくと、もうシャレにならんっていうね。そう考えれば、二度美味しいみたいな感じになってくるよね。あの、囚人たちを適当に使って、もう死にゃそれでいいし、みたいな。で、プラスそいつらの血統因子抜いてるから、セラフィムを出すこともできるし、全盛期のパワーを出せるっていうふうに考えると、わーみたいな。そういったようなことになってくるのかな、なんていうふうに思います。まあ、これはね、十分にあり得るのかな、っていうふうに思いつつ、で、やっぱね、もう一つ出てくるのが、例えばだけど、これ俺、考えとしてね、ドレスローザっていうのは、世界政府がやったことを表しているっていうふうに思うんですよ。昔あったエピソードが、ここで、最新話の方でこういうふうにリンクしてくるよねってのは本当に多い。で、ドレスローザはそれがまあ、わかりやすいな、っていうふうに思います。例えば、その、シュガーの王冠ね、シュガーの王冠っていうところでは、イム様と似てくるよね、とかで人に知られないっていうところでも、シュガーはみんなに知られてないけども、イム様も知られてないよね、とか、で、記憶を消すっていうところでも、シュガー記憶消してるけども、今回ね、ルシア崩壊させるときに、まあ、その海兵たちの記憶を消しているような描写があったんで、まあ、記憶を消せるっていうところも当てはまってくるとかで、国の乗っ取りっていうところでは、ルフィ君が乗っ取ってるよね、とかで、もともとその、世界政府はどういう風にできたのとかっていう風に考えると、まあ、その乗っ取りがされたのではないのかっていう風にね、考えることもできるわけでございます。だからそこら辺もリンクしてくるし、で、今度はドフィー君になるんだけども、ドフィー君といえば人を操るんですね。操るっていうところでは、さっき言ったインペルダウンの囚人たちを操るっていうのも、また繋がってくるわけでございます。やっぱね、ドレスローザーの似てるっていうところは、本当にね、バカにならないんで、俺はこういうの全然あるのかな、なんていうふうに思います。そして今後あり得るセラフィム化ということで、これも本当に絶望で、もう聞くだけ絶望で。まずロジャーさん、これ否定できる理由あります？もうないじゃん。普通に考えて冷凍保存とかっていうのもされてるわけですよ。ってなってくると、冷凍保存をロジャーさんのね、体をするなんて当たり前です。だから、セラフィム化としてね、出てくるのはあり得るのかな、みたいな。しかもロジャーさんかっこいいじゃないですか。かっこいいんだけども、なんかね、俺ロジャーさんってユーハバッハにも似てるなっていうふうに思ったりするんですよ。だからなんかね、ユーハバッハってめちゃくちゃ貫禄あるし、怖えなって思うじゃん。なんかそんな感じで、ロジャーさんも同じように敵として出てくるみたいなさ、感じが考えられるんだよね。もう恐ろしくないっていうところが、まあ一つとして。で、やっぱシャンクスですね。シャンクスはもう言うまでもないでしょ。もう政府との繋がりを考えれば、ゲート印象やられているでしょう。で、カイドウさん。カイドウさん何回も捕まってます。お疲れした。捕まってるがゆえに抜かれているでしょうと。で、キングですね。キングはそもそも捕まっていたということで抜かれているでしょう。で、支部会。で、支部会に関しては、俺ね、なんかやっぱ入るタイミングで、加入するタイミングで抜かれてんじゃねえかと思うんですよ、ゲート印象。だから、例えばだけども、その、前回モチー先生との放送でもあったんだけども、血の契約をするっていうね、血の契約をするっていうことで、血採取。お疲れっていう。だから、今、支部会になっているような奴らは、全員が、ゲート印象抜かれていて、全員セラフィムとして出てくるのではないのか。で、なんか元々はそのみんなの子供時代っていうのは SBS のリクエストでね描かれたんだけども、そこからのまあこれに派生してるわけなんで、まあ全員がやっぱ出てくるの
もあり得ると思うし、まあボニーとの連携でね、ボニーを使われて勝手に成長させられるみたいなことも下手したらあると思うんで、まあ成長したセラフィムがね登場するっていう可能性も下手打ったらあるのかなと思います。そして繋がるのが黒ひげということでね、支部会として入ってるわけなので、黒ひげもしっかりと抜かれているのではないのかっていうふうに思います。一回やっぱ彼は政府のところで一緒に飯を食ってるっていうのもあるんで、まあよっぽど抜かれているでしょうと。でこれはね、前回ちょっと放送の時に、いや黒ひげはさすがに抜かれてないんじゃないですかっていうことを言われたんだよね。要はそのラスボス位置っていうふうに考えるから、それ抜かれてたら安くなるじゃんっていうね。いやごもっとも、本当にね黒ひげが抜かれててパシフィスターというかなセラフィムで出てきたらっていうふうになってくるわけですよ。わけなんだけども、でも支部会に入ってるわけなんだから、要はその感情論的なところで、いやラスボスになるからっていうのは言えないんだよね。普通に出てくるであろうと。で政府が再現できないのは、やっぱそのグラグラ食ってるとか闇闇食ってるとか黒ひげ本来の強さっていうところは、まあ再現できない。もちろん強化はされるんだけども、オリジナルがもっと強ければいいだけなんで、それをボコって終わるっていうところもあると思うんですよ。だからまあ出てきてもおかしくないなっていうふうに俺は思うし、もっと言うと黒ひげは本当にラスボスなのかっていうのはね、ちょっとまあ考え深いところはあるっちゃあるんだよね。やっぱ俺はそのイム様がラスボスイコールイム様とかぐやっていうのをやっぱ連想しちゃってるんで、なんかイム様ラスボス説っていう方を推したいなっていうふうに思っちゃうんですね。でフランス革命の話にこれ行くんですけども、先日ね生放送でポンジさんがねお話をされていたんですけども、巨大な王国の王様が実は滅びた方がね、実はイム様が王様だったのではないのかっていう新しいね考え方をしていて、でフランス革命の解釈をね考えていくと、黒ひげが国のトップを潰そうとしたのではないのかっていう考え方もできるんですね。だからそういったところでも巨大な王国のトップだったとかっていう風に考えると、どっちにしても倒しに行くような存在だよねみたいな。まあそれはまあ一つなんだけどね、いろんな考え方がイム様がそういう風にもともとそこのトップだったとかで、もっとでも俺はやっぱ宇宙から来てるという風に考えちゃうから、もっと前に宇宙から来ていた上でトップっていう風に言うんだったらいいんだけどもね。で内乱が起きたりああだこうだっていう風に言うんだったらいいと思うし、で黒ひげがそういう風にやらかしてるような一族だからこその写真で傷つけられているっていうような考え方もできるんだよね。まあそういったところでも、やっぱ俺らの中ねラスボス説っていうのはどっちに行こうがなんかねイム様なのかなっていう風に思うんだよね。宇宙で第1巻でパッと本を開いた時にこれですよ、これもう本当にシンプルイズベスト、はいシンプルイズベストドーン、はい1巻では1巻開いてドーン E.T. ドーン E.T. E.T. っていうね、はいはいはい、宇宙人ですよっていうところを考えても、やっぱ最初からこのワンピースっていうのはもう宇宙との、まあ、その関連戦いっていうのが描かれるっていうのがやっぱ考えられるわけなんで、イム様がそこから来てるって考えるのは一番っぽいんですよ。で宇宙にそれっぽいようなねなんか登場したもので、イム様に似てるキャラクターもいたんで、なんかうなぎとかいろいろ出てきた時あったじゃん。なんかその中に一人なんかすごいシルエットに似てるやついたんで、なんか俺はねイム様は結局はその時系列はともかくとしても、なんかやっぱ宇宙から来てんじゃないみたいな思うんだよね。そうなると結局黒ひげはめちゃくちゃやべえやつなんだろうけども、まあせいぜい言ってもナルトがすごい分かりやすいからさ、その宇宙関連につながるからね、カブト石なんじゃねえのみたいな、なんかロックス復活させようぜみたいなこう言いつつもみたいなさ、なんかもう殺されるだけみたいな、まあまあそんなような考え方も俺はできないかもないんだよね。いずれにしても俺としては黒ひげは全然出てくるのかなと思いますけどもね、そのセラフィムは。でロックスね、ロックスもまあ登場するのかなと思います。ロックスもまあそのロジャーさん同様にその遺体を持っているっていう風に言うのであれば、ロックスのセラフィム化もあり得るのかなみたいな。だからこれ一周回って黒ひげがロックスを復活させるのではないのかなっていうのが従来の考えなんだけども、そうではなくて世界政府がロックスの復活をさせるみたいなもうそう考えるとやばいよね。セラフィもズドンみたいな感じでロックスのも出てくるって考えると、ロックスがいてロジャーがいてっていうダブルでバチコン出てくると、だからイメージあれだよ、マダラ、マダラがドカーン出てくるじゃん。マダライコールロジャーって考えるじゃん、はい、プラスロックスおお最悪だよ、マダラダブルパンチみたいな、何それみたいな。で、まあ、マダラ分身して5体とかね、もっと30体とかになってるから、まあまあまああれなんだけどっていう話です、っていう話なんで、まあロックスの復活はそういう方向でもあるのかななんていうふうに思います。あとローさん、ローさんも要は支部会として抜かれてるわけなんで、抜かれた結果そこからのワーテル関連でね、まあなんか気づかれちゃったなんてことがあれば厄介だなっていうふうに思いますけどもね、どこでワーテル関連の話が出てくるのかっていうね、そこら辺も気になるところでございます。ということでね、いろいろとお話ししていきましたけども、いかがでしょうか。このセラフィムね、考えれば考えるだけ本当にやべえなみたいな、ナルトなんだよ江戸店パーティーだよ。だからセラフィムパーティーっていうのが行われるのではないのか、それを率いてロジャーさんだったりとかロックスっていうのがバチコン出てくるのか
なみたいな。やっぱね、あのナルトの時もそう言ったようなチームでいっぱいあったんだよね。雨隠れのさ、そのザブさんのところの忍び刀七人衆みたいな感じでバチコーン出てたりとか、なんかいろんなそういった過去のチームとか出てきて、その時にじゃあロックスっていうチームがあったりとか、じゃあ七部会みたいな、そういったようなものも出てくるのかななんていう風にも思うんだよね。というところで皆さんいかがでしょうか。もう絶望、絶望しかないですけども、あり得るのではないかと思います。否定できる理由一個もないですよ、これ。本当にマジでないですよ。だからあとは本当にオダッチがそれをやるかやらないか、ただそれだけです。もう全然抜けるんで、血統印象抜ける状態だし、ロジャーさんとかロックスも回収されているであろうからやばいです。はい、ということで皆さんの思うところコメント欄に書いてください。で、現在ね、モチー先生と新たに始めた新チャンネルがございますんで、ぜひともこちら皆さんチャンネル登録と通知ボタンを押してください。あと僕のチャンネルも本当に、ね、通知ボタンよろしくお願いします。もう通知が全然いってないし、もう再生がやばい、あからさまに表示されないんで、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。通知ボタンめっちゃ大事です。いいねボタンも大事です。もう全部大事、全部大事、全部大事。ということで皆さんよろしくお願いいたします。じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラシットでグーでした。また次回しましょう。 See you next time.